皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルで分かる通り、連日の移籍ニュースということになって本当に申し訳ないんですけど、この夏ね、非常に移籍ニュースが多い中で、横浜マリノスというところが新たな進展だったり、放出というところがありましたので、そちらについてね、紹介していきたいと思います。後半戦の戦力分析というところもやっていきたい中でですね、ちょっと移籍の方が結構盛りだくさんの情報になっておりますので、そこをですね、今回4選手取り上げさせてもらいました。先日取り上げさせてもらった中川選手の進展だったり、その他の選手、カバマ選手だったりというところを含めてね、紹介していきたいと思います。この初代もですね、年内1万人というところを目指して毎日投稿頑張っておりますので、この動画がいいなと思ってくれた方はね、今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでですね、早速1つ目の方から紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、早速1つ目の情報から紹介していきます。先日、J リーグ移籍ニュースでも紹介させていただいた、ヴィッセル神戸からオファーが来ていた中川選手が、横浜マリノスへの男気残留というところが決まりましたので、そちらについてね、軽く取り上げさせてもらいたいなと思います。ヴィッセル神戸からオファーが来ているということで、古橋選手のね、後釜っていう感じにはなると思うんですけど、そこでの、交代軍のオファーが、ヴィッセル神戸からあったものの、横浜マリノスでタイトルを取りたいというところをね、志願して、横浜マリノスで残留を決まりました。正直、ここのね、残留というところは横浜ふまりのサポーターにとってもね、非常に嬉しい出来事だと思いますし、個人的な意見としてはちょっと、ヴィッセル神戸の移籍もあるのかなというところがね、よぎっていた中での、この中川選手の、残留というところが決まりましたんで、非常に素晴らしい、決断になったのかなと思います。中川選手としてもですね、昨シーズンなかなか、怪我などに見舞われて、思うような結果が出ない中での、このオファーであったんで、新規一点ヴィッセル神戸の移籍もあるのかなというところが触らかれていた中での、このね、コメントにもあった通り、マリノスでのタイトルを取りたいというところを言ってくれましたので、ここはね、本当に横浜マリノスサポーターとしても、さらに中川選手が好きになる瞬間だなと思いましたし、ぜひね、今季だったり、来季に向けてですね、タイトル争い、頑張っていってほしいのかなと感じます。今回ね、ヴィッセル神戸というところはこの中川選手を獲得することができませんでしたので、このね、先日紹介させていただいた大迫選手の獲得情報というところを含めてですね、また進展があるのかなと思いますし、この日本人でのストライカーというところで、他の選手を模索中というところも書かれておりましたので、この中川選手に次ぐ他の選手へのオファーというところも今後ね、ヴィッセル神戸あり得てくるのかなと思いますので、そこを含めて、また進展が出次第紹介していきたいと思います。中川選手としてもですね、横浜マリノスとしてもこの決断というところが非常に大きな決断になったのかなと思われますので、ぜひね、現在2位に位置づけている横浜マリノスが、首位のね、川崎フロンターレを脅かせるような存在になって、タイトル争いっていうところをね、大いに、実現していってほしいのかなと感じました。はい、ということでですね、続いて2つ目の移籍ニュースについて紹介していきたいと思います。18歳の横浜 F マリノスに所属する樺山選手が、ジェツのモンテデ山形に期限付き移籍することが決まりました。モンテデ山形ですね、現在リーグ戦、6連勝中という昇格候補筆頭のクラブへの移籍ということになりましたので、この樺山選手にとってもですね、非常に前向きな移籍になったのかなと考えられます。今季ですね、広告高校から期待の新人、かなりの期待を受けての、この横浜 F マリノス加入ということになりましたので、それなりの期待を持って、樺山選手はね、この横浜 F マリノスに入ってきたのかなと思いますし、現在のところで言うと、開幕スタメンだったり、ルヴァンカップというところでは3得点を決めており、新人賞、ニューヒーロー賞というところもですね、獲得するのではないかという噂がされている中での、今回の、J2 のモンテデ山形への移籍となりました。ここにもね、書いてある通り、横浜マリノスとしても前向きな移籍になったということで、このね、樺山選手がより一層成長するために、将来性を持ってですね、このモンテデ山形、現在、J1 昇格候補ヒットクラブへの、移籍ということになりましたので、非常にね、素晴らしい移籍にもなったのかなと思いますし、この獲得した山形としても、後半戦に向けて、貴重な戦力として獲得できたのは大きいことだなと思いますので、この山形としても、横浜マリノスとしても、ウィンウィンの形の、今回の移籍になったのかなと感じております。最後のところにも書いてある通り、斉藤学選手に次ぐようなですね、新浜のドリブラーとして、このモンテ山形へ武者修行する形になりましたので、より一層ね、成長した姿を来年以降見せてほしいと思いますし、移籍するからには、樺山選手はですね、このモンティデ山形を悲願の J1 昇格へというところにですね、導けるように戦っていってほしいのかなと感じました。はい、ということでですね、続いて3つ目の移籍情報について紹介していきたいと思います。こちらも横浜 F マリノスに所属する28歳の伊藤選手がジュビロ磐田へ期限付き移籍することが決まりました。
まあ、このね、先ほどの樺山選手に次ぐ J2 の、上位陣というところの移籍になりましたんで、まあ、この J2 の上位陣からするとですね、非常に素晴らしい移籍にはなったのかなと思いますし、まあ、さらにより一層、J2 リーグが盛り上がるような、移籍になったのかなと感じております。まあ、今回ね、このジビロ岩田に期限付き移籍することが決まった伊藤選手というところは、中学時代にジビロ岩田のアカデミーに在籍していたということもありますので、まあ、ここはね、より一層成長した姿を、このジュビロ岩田で披露できるっていうのはね、まあ、この上ないサッカー選手としての幸せだなと思いますし、まあ、岩田としてもこの上ない、かなりの大型補強になったのかなと思います。まあ、連勝していたね、ジュビロ岩田というところは、まあ、この伊藤選手は伊藤博樹選手ですね、というところだったり、森岡選手というところがいて、まあ、しっかりと守備陣が安定した上での、まあ、連勝というところに繋がっていたわけなんですけど、まあ、ここ数試合というところですね、まあ、伊藤選手が、海外移籍をしてしまったり、森岡選手が怪我というところもありながら、まあ、ちょっとね、守備のほころびも見え出した、このジュビロ岩田というところもありますので、まあ、ここで、ここにも書いてある通り、3バックすべてをこなせる、まあ、この伊藤選手がね、加入してくれることとなったのは、岩田としても、まあ、非常に使い勝手がいいユーティリティプレイヤーだなということもありますし、まあ、今後に繋がる、この伊藤選手の獲得になったのかなと感じております。攻撃陣というところは、ジュビロ岩田、先日、金子選手の加入などもあって、まあ、さらにね、競争が激化していく中での、まあ、この守備陣の、獲得ということになりましたので、まあ、森岡選手が復帰したりというところありますけど、まあ、さらにね、守備陣というところも、競争が激化してくる、まあ、後半戦になってくるのかなと思いますので、まあ、その J2 の、ジュビロ岩田の昇格争いというところも注目しつつ、まあ、このね、ジュビロ岩田にフォーカスした時に、守備陣のスタメン争いというところにも、要注目してですね、見ていってほしいのかなと感じました。まあ、この伊藤選手というのはですね、先ほど言ったように、育ったジュビロ岩田をですね、悲願の J1 昇格へ導くためにも、まあ、大きな、決断を下したのかなと思いますので、まあ、期限付き移籍という形にはなりますけどね、まあ、責任を持って、この J1 の、J1 昇格へですね、ジュビロ岩田を導けるように、ぜひ戦っていってほしいのかなと思いました。はい、ということでですね、今日ラスト4つ目の移籍ニュースについて紹介していきたいと思います。まあ、こちらもですね、横浜 F マリノスからジュビロ岩田の移籍ということになりましたので、非常にびっくりしたニュースではありました。横浜 F マリノスに所属する26歳の高野選手が、こちらジュビロ岩田へ完全移籍することが決まりました。まあ、この、ね、伊藤選手に次ぐ、連日の横浜 F マリノスの、ジュビロ岩田への補強という形になりましたので、まあ、それなりの、ジュビロ岩田が J1 昇格へ、まあ、本気モードだなというところを伺いましたし、まあ、この高野選手としてもですね、心機一転このジュビロ岩田で活躍できるようにですね、戦っていってほしいのかなと思います。まあ、後半戦に備えて運動量豊富な、まあ、サイドバックだったりっていうところを務めるのかなと思いますけど、非常に補強できたのは、まあ、このジュビロ岩田としても後半戦ね、非常にですね、過密日程という形になってきますので、まあ、そこで、この運動量豊富な非常にタフな選手がですね、加入してくれることとなったのは、心強い補強になったのかなと思います。まあ、この高野選手というところは日体大、出身の選手であるんですけど、まあ、そこでですね、鈴木監督、現ジュビロ岩田の鈴木監督というところの教え子でもあったということもあって、まあ、今回のね、移籍にも至ったのかなと思いますし、まあ、先日のところで言うと、金子選手もですね、移籍してきた金子選手も、まあ、この現監督の鈴木監督と、ま、非常に深い関わりがあった中での、ま、移籍という形になりましたんで、まあ、そういうところもですね、非常にジュビロ岩田、充実した補強になったのかなと感じております。まあ、今言った通りですね、これで、ジュビロ岩田としても、J1 本気モードというところが非常に伺えましたし、まあ、周囲から陥落というところがしてしまったものの、後半戦に向けてですね、さらなる、期待のできる、補強3選手ということになりましたので、まあ、そちらもね、今後とも追っていきたいと思いますし、まあ、この何より、金子選手、伊藤選手、まあ、今回の、高野選手含めですね、J1 で経験豊富な選手が、まあ、3選手加入してくれることとなったのは、まあ、J1 昇格においてですね、確実に、勢力になってくれること間違いないのかなと思いますので、まあ、この3選手含めて後半戦のジュビロ岩田のね、スタメン争いというところも、激化してくるのかなと思います。まあ、このね、連日の横浜 F マリノスからの、ジュビロ岩田の補強だったり、まあ、モンティド山形への補強というところもありますけど、まあ、この J2 のね、昇格から争いをさらにね、盛り上げてくれたなっていう横浜 F マリノスにもなっておりますので、まあ、そこを含めて横浜 F マリノスの今後の、補強というところも追っていきたいと思いますし、まあ、何よりね、樺山選手だったり、伊藤選手、今回の高野選手含めてですね、まあ、J2 クラブへの移籍ということになりましたけど、まあ、J2 でもね、活躍できるようにですね、この3選手にも特に注目して、見ていってくれればいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は、またしても J 移籍ニュースということで、横浜 F マリノスから、新たな進展だったり、まあ、J2 クラブへの、ね、移籍というところについてね、4選手紹介させていただきました。まあ、普段ね、J1 クラブ、J1 の試合ですか、というところしか見ない方々もですね、まあ、これを機に、J2 リーグというところも非常にね、後半戦、熱い戦いが毎試合繰り広げられておりますので、まあ、ぜひね、一度ぐらいは、チェックしてくれればいいのかなと感じました。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、まだまだですね、これからいろんな移籍情報というところが回ってくるのかなと思いますし、まあ、一つ目のところで話させていただいた中川選手というところは残留という形になりましたので、
まあさらなる補強というところ、ヴィッセル神戸動いてくるのかなと予想しております。まあそれでも含めて、より正確で早い情報というところをね、このショータイムでお送りできればいいのかなと思いますので、今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということですね、まあいよいよ、今日東京オリンピック、サッカーというところもね、試合がありますけど、まあそこを含めて皆さんで、ね、サッカーというところを楽しんでいければいいのかなと思います。ということですね。ではまた、バイ。